はい、皆様お疲れ様でございます。今回から始まりますコールオブデューティーゴーストの実況が、今回から始まりますって2回目言いましたけども、とりあえず始まります。で、マルチプレイをですね、ちょっとパッケージを開けましての、しょっぱな2試合ぐらいね、やってみたんですが、難しいねこれね、なかなか慣れませんけども、ちょっともう一回やってみようと思います。これね、ミュートの仕方がわからんのですよね。どうやってやるのかなこれ。ここで一人一人やるしかないのか。何ミュート、何これ、鍵って何、レベル上がるまでミュートができないのこれ、どうなの、よくわかりません。まあいいでしょう、頑張っていきましょう。マップはこれなんですか、なんていうところですかこれ。マップは何これ、オーバーロードオーバーロードみたいなね、感じじゃないでしょうか。サットコムを一つ、配置すれば目視した敵をミニマップに表示させるアイズオンが有効になる。なるほど、それがあの透けて見える的なやつだ。さらに追加でレーダースキャン、本来の UAV みたいな役割を2個目からしていくというふうなことかな。わかりました、なんとか頑張っていきたいと思います。ちょっとね、方向音痴の私ですから非常に難しいんですけども、ちょっとこれでいこう。武器は最初から出てるサブマシンガンです。名前わかりません、行ってみましょう。はい、よろしくお願いします。それは B はどっちから行けば早いの、ここ初めてやるマップだよ。ちょっと一回取ろうか、落ち着いていこう。そう、最初はね、やっぱりあんまり前線にゴイゴイ行かずに、ちょっと落ち着いていきたい、ね、どこ、あ、これ上なの、上、ウジベベベ、どれ、ちょこっから登れんの、ちょっとごめんなさいね、全然わかんないね、これ動けないんです。オッケー、こっち見る、こっちも見る、オッケー。そしてこれからどうすんの、あ、ごめん、いやー怖い、かー怖い。ちょ、 A まで行ってみる、オッケー、やべ、 B やべ、 B どうやって行くの、こう行くの、全然入り口がない、もうちょ、ごめんなさい、ほんとごめんなさいね。で、これ登れない、そうか、いやーもうひどいな、これはひどいぞ。でね、今回感度がすごい高いとこまであるでしょ。でね、感度の調整に苦労しましたが、とりあえず僕の場合は6で落ち着いてます。BO2 の時はこっちに行くね。 BO2 の時はじゃあテレポーテーション、ファッションモンスターみたいな、何ですか今のテレポーテーション、参っちゃったね。 BO2 の時はね、感度7でやってたんですけれども、あっ、デンって打っちゃった。これピッ、これどうなってるの、どうし、何をしたらいいの今。いや無理、いや、そう、やるべきことがわからん。ダメだ、なんか、はい。やべ、B がやばいっていうことは、黄色になってるよ、なんか。黄色になってるってことは B がやばいの？あ、取られたってことこれ。なんで白くなるの？いる。あ、ダメか。くそダメか。え、なにこれ。あ、戻ってきちゃった。いや、もうひどい。ほんとごめんなさいね。ちょっと。練習しますから、頑張って。
一発さえも当たらない。入ってみようか。入っとこうか。とりあえず。なんか早い今回取れるの。そうでもない？え？これ下？ささっと降りていく。どこだ？どこだ？こっちか。いやー怖い。もう全然どっちから来るかわかんない。ルージン B、はい、戻ります。あー取れた。ごめん。とりあえず入りますけど、オッケー、オッケー、オッケー、よいしょ、この辺でこういう風に待っといた方がいいのかな。オッケー、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 わっしゃ、ワンちゃん来た、ワンちゃん、私のワンちゃんを紹介しよう。太郎と言います。最後。適当に名前決めちゃった。まあ、いいか。いや、無理無理無理。あ、そんなところ？これが噂のサットコムか。こうか。ちょっと C 行こう。一回 C 行こうか。今回スライディングなんですよね。ジャンプがなくなってスライディングになった。どういうところで使えばいいのかよくわかりません。こういう感じ？よくわからん。あれ、これ敵？これ敵？うぶぶぶ！いやー。こっち行った方がいいか？ We lost Alpha? あー。しまった。ブラゴを取られた。OKOK。ここ全然入んない。え、なになに、ちょ、なんかあの人ムーンウォークみたいにしてたよ。なに、あ、その上、あ、ナイツ、ナイツ、いやいやいや、うん、B 取りたいです。私 B 取りたいです。OK。私も行くぞ。取る。OK。取れる。取れる。取れる。取った。OK、OK、OK、OK。ちょっと休憩、休憩、休憩、休憩。これはこっちから来るの？どうなの？味方の配置などを見つつやりたいんですけれども、ごめん、なんか小声になっちゃってるよ、緊張しちゃって。また B？ ちょっと待って、行く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 、 B 行く、 B 行く、 B ってどうやって行くの？こうか、こうか、大丈夫か、大丈夫だ、 OK、 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 あれ、なんか全然敵も味方もいないぞ。多分これなんか他の違いのとこにいます、私。この銃で当たりづらいな、これ。ごめんなさい、素ですね。なんかすごい素です。すいません。 OK、 リロード、上がろう。後ろにいるかもよ、お兄さん。後ろにいるって。よしよし、ちょっと後ろ向いた方がいいよ、お兄さん。お兄さん、オッケーオッケー、あっ、ふぅ、今回 BO2 ほどサブマシンガンが強くないような感じなのかな。どうなんでしょうね、よくわかりません。ちょい、あー、なんか一方的になってんのか。あ、またワンちゃんが来る。どうも、犬の太郎です、よろしく。これを置きまして、敵が少ないのか、これ。そうでもない。あー、危ねえ、危ねえ。
まだね、フォーカスが出てないんでね、すっごい困ります。中入っただろ、待ちなさい待ちなさい、あんた敵だ、あんたは敵だ、私は知っている。オッケー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 、ナイス太郎、太郎も頑張っている。こっち行ってみようか。サット君も出していく。もう入っていくよ入っていくよ、どんどん。あばーち、追いかけられてたかな。よいしょよいしょ。ちょっとよくわからんな。これ何これ、身に覚えのない、これ何、よくわからん。これ上にさっき言いましたけれども、まだいます？いません。そうですか。なんか、何これ、ラッキー、こん中に置いとこうか。って言って勝った。ちょっとよくわかりませんね。というわけでね、記念すべき第1戦目の実況、とりあえずこれにしたいと思います。3試合目なんですけどね、ちょっと途中参加ばっかりだったので、フル試合、なんていうのね、まあいいでしょう。いう感じなんで、これを最初の動画にしたいと思います。ちょっと一方的になりましたけども、お許しください。でね、まあ、BO2 から引き続き、メインは、Call of Duty シリーズの、今回は、まあ、ゴーストという形になりますけれども、まあ、これからもね、アップしていくので、見ていただければ幸いに思いますというところで、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。